さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は配信機材のレビューをしていきたいと思います。配信機材？はい、今回は ASUS から6月に発売された、タフゲーミングキャプチャーボックス FHD120 のご紹介をしていきます。キャプチャーボックス？はい、こちらはいわゆるキャプチャーボートって機材になります。今回こちらを2ヶ月近く使用したので、実際の使用感や良かった点、悪かった点をお伝えできればなと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずこちらの製品なんですが、現在 Amazon でパッド同梱版で21,534円で販売されています。他の有名メーカーと比べるとそこまで安いわけでもなく、特別高いわけでもなく中間ぐらいの値段かなと思います。むしろ以前 ASUS が出したキャプチャーボックスより安いですね。ではまず商品紹介をする前に、そもそもキャプチャーボードって何？って方も多いかと思いますので、キャプチャーボードの説明からやっていきます。キャプチャーボードの利点は主に2つになります。まず1つ目は、配信者向けになるんですが、PS5 や PS4、Switch 等のゲーム画面をパソコンの中に取り込むことができます。ゲーム画面をパソコンに取り込んでどうするの？その取り込んだ映像をゲーム配信や録画などをすることが可能になります。あとは同じゲーム配信でも、パソコンを2台使用して配信をする方もいます。そういった時に、このキャプチャーボードを使用する場合があります。なんでパソコンを分けるの？ゲームするパソコンと配信するパソコンを分けることで、パソコンの負担を減らしてるんですね。最近は CPU も GPU もかなりスペックが上がってきてるので、普通にゲームを配信するだけなら1台でも問題ないのですが、例えば VTuber のような 3D モデルを動かしながらゲームをしたい。3D モデルを動かすソフトが結構重かったりするので、そんな人はパソコンを2台使って配信したりしてますね。で、こちらの機材なんですが、PS5 にしてもパソコンにしても必ずキャプチャーボックスを使うためのパソコンが必要になります。もし今 PS4 等のゲーム配信をしたいという方でも、ある程度パソコンのスペックがないと配信等ができないのでご注意ください。どのくらいスペックが必要かは、配信ソフトの推奨スペックなどをご確認ください。で、今言ったのが配信者向けの使い方になります。続いては配信者というよりも、動画投稿者向けになるんですが、先ほどと少し重複するんですが、先ほど言ったゲーム画面を録画することが可能となります。一応それぞれのゲーム機でも内部的に録画することが可能なんですが、プレステシリーズで最大1時間、スイッチに関しては最大30秒までしか録画ができません。それがキャプチャーボードを使用することで、録画側のパソコンのストレージいっぱいになるまで録画することが可能になります。録画設定にもよりますが、私が使用した設定で10分の動画が約 600MB だったので、100分で 6GB、1000分で 60GB の容量があれば録画可能です。これはあくまで設定次第なので、参考程度に思ってください。では次に実際の機材を見ていきましょう。シュララ。では実際に開封をしていきましょう。こちらのキャプチャーボックスなんですが、外付けタイプのキャプチャーボックスとなります。キャプチャーボードは外付けタイプとパソコン内部に組み込むタイプと2種類あります。この外付けタイプは USB 接続で済むので、持ち運びやつなげるパソコンを自由に変えることができます。逆にパソコン内部に組み込みタイプだと、取り外すのにパソコンを開けたりしないといけないので、使い回しには向いていません。ただ内部組み込み型は高性能なものが多いです。ということで中身はこんな感じ。本体サイズは 115×21×90mm で重量は 140g とかなり軽量な作りとなっております。底面は冷却も踏まえアルミニウムでできており、その他の面は銀色の樹脂製となっております。続いて外観を見ていきましょう。前面はヘッドセットとコントローラー用の 3.5mm 端子が1つずつついております。ゲーム音などはここから出力となります。両サイドには特に何もなく、続いては背面ですね。背面は左から USB Type-C、HDMI in、HDMI out となっております。こちらの USB Type-C は配信や録画をするパソコンに接続する部分になり、HDMI in はゲーム機からの映像を取り入れるところ、HDMI out はその映像を出力するところになります。裏面は滑り止めが4箇所ついており、上面のタフゲーミングのロゴは LED で点灯するようになっており、キャプチャーボードの状態を教えてくれる機構となっております。続いては付属品です。まずは取扱説明書。それから HDMI 2.0 ケーブル、USB Type-C 矢印 Type-A ケーブル、3.5mm オーディオケーブルと USB Type-A 矢印 Type-C 変換アダプターが付属しておりました。
では実際にパソコンに取り付けて起動をさせてみましょう。裏面の USB Type C にケーブルを挿して反対側をパソコンにつなげます。パソコンに接続するとロゴが光り出します。 ASUS のホームページに光り方が載っていたので見ていきましょう。まず青色ですが、青色は USB 3.2 で繋いだ状態のスタンバイモード、緑は USB 2.0 で繋いだ状態のスタンバイモード、次はパーティーモードと呼ばれるものなのですが、前面の 3.5mm ジャックを通してゲーム内でのボイスチャットを一緒に録画することが可能になります。見た目はゆっくりレインボーに切り替わっていく感じですね。パーティーモードオフにすると早くレインボーが流れるようになります。続いて HDCP 検出は真っ赤になります。この HDCP というのは、いわゆる著作権保護技術の一つで、録画できない部分の映像はこのように赤くなって、録画や配信ができないようになるみたいです。続いて HDMI 信号の遮断は黄色く点滅します。何らかの理由で HDMI の信号が遮断された時は、このように点滅してくれます。また異常がある場合は赤で点滅をしてくれます。そして最後にフォームウェアの更新時は、オレンジ色でゆっくり点滅するようになっています。色と組み合わせを覚えるのは大変だけど、見た目でエラーとかを表示してくれるのはわかりやすいわね。黄色とか赤などは基本的に録画できない状態か注意、って思っておくとわかりやすいかもしれませんね。で、先ほど USB が2種類点灯してたかと思うのですが、USB 3.2 Type C Gen 1と USB 2.0 で最大解像度が変わるのでご注意ください。パスする映像が USB 3.2 Type C Gen 1だと最大解像度が 4K と 2K で最大 60Hz、フル HD で最大 120Hz。パソコンへの録画は最大でフル HD で 120fps、720p で 60fps となっています。では続いて実際に使ってみましょう。シュララララ。今回は PS4 でこのキャプチャーボードを使ってみましょう。HDMI インに PS4 からの映像が入ってくるように HDMI ケーブルを挿します。では電源を入れてみましょう。PS4 が起動するとこんな感じで LED が変わります。では続いてパソコン側がどのようになるのかも見ていきましょう。まずは ASUS のホームページからビデオキャプチャーコンソールというソフトを入れてみました。ちなみにこのソフトはインストールしなくても、次にご紹介する配信ソフトも利用可能です。一応こちらのソフトから録画やストリーミング、オーディオコントロールやライトコントロールの変更が可能となっております。あとはフォームウェアのアップデートなどもこちらで可能です。私自身、このソフトを使って録画をやってみましたが、録画に関してはそこまで難しくなかったです。ただ一点。この横にある時間なんですが、これはおそらく接続されてる時間が表示されており、これが録画されてる時間と勘違いして、何回か録画ボタンを押してしまいました。ちなみに赤い丸の録画ボタンを押すと、このように赤字で録画時間が出るので、慣れるとわかりやすいんですけどね。まああんたらしいミスっちゃミスね。では続いて OBS Studio という配信ソフトでのご紹介です。まずこの OBS Studio というソフトなんですが、ゲーム配信や録画するのにとても適した無料ソフトで、多くの方が配信をする際に使っているソフトになります。私も実際に配信をする際に使っております。で、こちらの ASUS のキャプチャーボックスは、OBS Studio の認証を取得している商品となります。なので安心して OBS Studio を通して使うことができるキャプチャーボードとなります。では実際に OBS Studio でどのようにゲーム画面が映るのかやってみましょう。まずは OBS Studio のソース部分から映像キャプチャデバイスを選択します。そしたら名前は好みで変えてもらって構いません。今回はテストなのでそのままでいきます。次にデバイス部分を今回のキャプチャーボックスに選択します。はい、それだけでこの OBS にゲーム画面がパソコンに飛んでくるようになりました。あとは細かい設定等をすると配信や録画をすることが可能となります。プレステシリーズで一つ注意なんですが、プレステシリーズは先ほどの HDCP という著作権保護技術が設定されており、最初パソコンに映像が飛んできませんでした。これを解除するにはプレステの中の設定から、システムを選択。真ん中ら辺にある HDCP を有効にするにチェックがデフォルトで入っているので、こちらを解除してあげます。するとパソコンにもゲーム画面が反映されました。今チェックが外れていますね。
チェックが入るとパソコンには映らない。チェックを外すとパソコンに映る。その時のキャプチャーボックスのライティングはこんな感じでした。はい、こんな感じで赤の時はパソコンには表示されませんのでご注意ください。では次は実際のゲームを少し見てみましょう。シュララ。まずは実際の画面とパソコンに届く映像の遅延の確認です。コントローラーで Apex をほとんどやったことないので動きがおぼつかないです。で、見た感じ遅延はほとんどなさそうですね。せっかくなので映像を 50% 遅くしてみました。これだけ遅くしてもほとんど遅延がわかりません。じゃあさらに遅くしてみましょう。先ほどより 25% 遅くしてみました。さすがにここまで遅くして遅延がわかるかなぐらいなので、普通にゲームしてるぐらいだとわかりませんね。では最後に OBS を使って実際に録画した映像を見てみましょう。弾が当たらない。いや、そこじゃないでしょ。設定はフル HD のフレームレート 60Hz で録画しました。綺麗に録画できてるんじゃないでしょうか。確かにこれなら普通に見れるわね。はい、ということで今回は ASUS スタッフゲーミングキャプチャーボックス120のご紹介でした。実際に使ってみてどうだった？はい、まず良かった点ですが、このサイズで 4K60fps とフル HD120fps まで対応してるのがすごい。次にライティングで状態がわかりやすい。小さくて軽いので持ち運びも可能。カメラをつなげれば、会議とかプレゼンなどのビジネス用途にも使える。そして最後に全モデルより安い。こんな感じですかね。じゃあ悪かった点は？これはあくまで私の個人的な意見ですが、現状、フル HD の 120fps でゲーム配信をするプラットフォームがほとんどないんですよね。一応 YouTube でできるみたいなんですが、条件がいろいろとあるみたいなので、これは今後に期待ってところですかね。次に単体録画ができないってことですね。単体録画？これはあくまで私のキャプチャーボードの使い方の一つで、よくベンチマークなんかを撮影するときはキャプチャーボードをパソコンにつなげず、キャプチャーボードそのもので映像の録画をしてるんですよね。これがあると私はいろいろと便利なんですが、これは必要な人とそうでない人と分かれるところですね。ということでこんな感じでした。まあここら辺は人によって、必要なものそうでないものがあるからね。ということで本日はここまで。もしこのキャプチャーボックスが気になる方は、ぜひ概要欄から見てみてください。あと評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。